出していただきたいと思います。曲目はあの皆さんのリストにありますように、あの素晴らしい愛をもう一度という曲です。今回うちのバンド12曲やるんですが、このリーダーがですね、発売年というかですね、その曲の発売した年をですね、教えてもらいまして、調べてみたらその12曲のうち一番古い歌がこのあの素晴らしい愛をもう一度だったんです。年度というと1971年という年度です。これ西暦ですから、和暦に変換しますと、まあ、私もコンピューターやってる仕事やってますので、71から2